皆さんこんばんは。第24回 M フレンズの時間がやってまいりました。本日もここスタジオ21で、生放送でお送りしたいと思います。今日は5月の2日、ゴールデンウィークのもう真っ只中です。5月2日、立春を1日と数えますと今日で88日目。今日はね、88夜ということで、茶摘みの季節ですね。まあ、新茶というのは、不老長寿の効果があるということでね、日本ではこう縁起を担がれることでした。今日は、そして来週13日ですかね、母の日ということで、今日、出場していただく歌い手の方々も母にちなんだ歌たくさん歌ってくれると思います。そして5月の花といいますと真っ赤なバラです。それでは早速、そのまず真っ赤なバラ、北陽子さんをご紹介したいと思います。陽子さん、よろしくお願いします。はい、よかった。こんばんは。こんばんは。真っ赤なバラです。真っ赤なバラです。しおれてませんか、まだ。いやいやいや、全く。よかった。今日何、冒頭にね、はい、何を話そうかといろいろ考えるんですけど、この赤いこの、ね、衣装、今日ね、サラピンなんですよ。サラピン、はい、今日は今日のために。今日のために、はい、はい、いやいや、よかった。赤なので、はい、やっぱり5月の花といえばバラなので、真っ赤な、ね、真っ赤なバラ、はい、バラなので、今日はね、紹介することができましてよかったと思います。まだまだね、やっぱりこう今日で近い2回目ですから、もうよう言われる、すごいもう慣れてる。いやいや、口が回らなくて、もともと無口なのでね。そうですか、6つぐらいありそうですよ。そんなことないんですけど、はい。今日もですね、もう今日はね、歌い手さんにですね、はい、たくさん話をしていただこうということで、もう早くバトンタッチして逃げたいと思いますね。はい、それではまず最初に、はい、1曲目は風が盗んださようなら。風が盗んださようなら。まずオープニング、ね、北陽子さん、はい、うん、今日もオープニングで流していただきました、はい、この曲です。はい、それでは早速歌っていただきましょう、はい、風が盗んださようなら、北陽子さんです、はい、ありがとうございます。別れの朝が来ましたね。野の花摘んで会えましょう。スミレとレンゲ束ねます。写真を撮りましょう、思い出に。さよなら、さよなら、さよなら、ふるさと、思いやり。愛していますと言っちゃいけない。風が盗んださよ。駅には人もなく、涙を隠す場所がある。ハンカチそっと出しましょう。汽笛が遠くなりました。
濡らしたベンチで空を見て、さよならさよならさよなら、微笑み思いやり、寂しくなる後言っちゃいけない、風が盗んださよなら。ありがとうございます。風が盗んださようなら、今日も聞いていただきまして本当にありがとうございます。おかげさまで9年目を迎えまして、もう皆さんのおかげでこの歌もたくさん歌っていただいて本当に嬉しいです。来週の土曜日には高槻の現代劇場っていうところでチャリティーの歌祭りっていうのがあります。そこでまた歌わせていただくことになっております。ぜひお近くの方来ていただければ嬉しいです。次の曲なんですけれども、これは私が歌手を目指した私自身のことを書いていただいた曲です。あなたに贈る愛の歌、どうぞ聴いてください。あなたに会えて初めて知った、一人じゃ何にもできないことに思い悩んだ明日への道、生きる喜び広がる世界、ご先祖抱いて歩み始めた歌に命がけ、諦めかけた日もあるけれど、夢を求めた戦いの日々、歌は私の心の支え、響くメロディー、思い歌に生きてきた。ありがとうございました。あなたに贈る愛の歌、このあなたにっていうのは歌のことなんです。歌に出会えて本当に幸せです。はい、ありがとうございました。ああ、よかった。やっぱり私ね、その歌大好きで。ありがとうございます。はい、秋元さんの歌と ね、あの最初の出足が ね、はい、もうあなたと聞くとドキッとしますけど、はい、で先ほど打ち合わせしてたのにね、はい、イベントの話するの忘れてましたね。自分でしました。ありがとうございました。はい、助かりました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、またあの最後にね、はい、もう一度お出ていただいて、はい、ありがとうございます。素敵な歌をよろしくお願いします。はい、
はい、じゃあいただきましょうか。はい、はい、ありがとうございました、日本クラウンの北陽子さんでした。それでは続きまして水谷博明さんをご紹介いたしましょう。水谷さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今あの横でね、あの、はい、上がりますね、言いたいですね。で、私あの司会してもうたまりませんわ言ったら、もう水谷さん真面目ですから、秋元さん終わったらソルマックこうてこうかとか言って、ちゃんと気を使ってました。ありがとうございました最近ではあの東大阪のミニストップの方で、はい、なんか CD 発売とか、はい、それからそこでね水谷さんの歌 CD が発売されると、はい、あ、同時に歌も流れるらしいですね。ありがとうございます。今日後ほど出ますミーさんと、ね、はい、一緒になんかミニストップで流れて、はい、すごいですね。ありがとうございます。これも一生懸命歌で努力させていただけたっていう、このなんていうんですか、本当にありがたい立場にあるものだって、はい、どう自分はお客さんファンのために自分を苦しめたらいいのか分かんないですけど、どうしたらいいですかいやいや、でもね、水谷さんのね、何とも言えない本当にあの真面目なところがね、面白いぐらい伝わってくる。うん、なんか水谷さんならではですよね。はい、はい、そうです。で、今日はなんか酒の誘惑も新しいピアノがね、はい、加わった新しいバージョンで歌っていただけると。そうです、 NHK の歌のお兄さんが、はい、若杉さんとおっしゃるお若い方なんですけど、はい、ピアノを入れてくださいまして、はい、そのバージョンで今までなかったバージョンで出していただきます。楽しみですね、まあ、一生懸命苦しみながら楽しみながら歌う感じで歌わせてもらってますので、この際も楽しんでください。ちょっと苦しまないといけないかと思うんですけどすいません、言い返すつもりなかった、すいません、はいはい、それでは水谷博明さんに酒の誘惑新しいバージョンで歌っていただきたいと思います。よろしくお願いします。その前にですね、はいはい、あの熊先生って言われてまして、はい、4月29日、先月の29日なんですけど、はい、東大阪市の森川地小学校さんの体育館でですね、はい、調整クラブ、あの長生きクラブって書いて、はい、調整クラブって言うんですけど、うん、そこの人らのご老人たち様の300人ぐらいの前で歌わせていただきまして、はいはい、で死んだ父がよく歌ってくれた夏メロを披露させていただいたと、はい、はい、それと、今から歌わせていただく酒の誘惑っていう小説で、はい、あそこにいる先生が作っていただいた曲を、はい、歌わせていただきました。そしたら100人ぐらいのおばあちゃんとかおじいさんに、手拍子とか拍手いただきまして、涙を流して喜んでおりました。いやすごいですね。やっぱりね、あの感動を与える、また喜んでいただける、これはもう歌い手の使命ですから。あります、はい、これからもね、その真面目さで、はい、いい歌を歌っていただきたいと思います、はいはい、それでは1曲目、新しいバージョンで酒の誘惑、水谷博明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。水筒の年でお前と出会い、いつまでも続く甘い日々、つぶやく心の奥でお前を求め、どこまでも歩きさまよって、溢れるこの寂しさに染み渡る熱い風、蜃気楼のよう揺れる俺の景色、溺れて溺れゆくお前の
誘惑今も誘ってる限界を超えて潰れて潰れゆく涙枯れ果て意識失くしてもこの手手放せず溢れるこの寂しさに染み渡る熱い風蜃気楼のように揺れる俺の景色苦しむこの孤独さえ吹き飛ばす熱い心蜃気楼のように回る俺の世界ご清聴ありがとうございました。次の歌は翔先生に作っていただいたんじゃなくて私が作らせていただいた曲なんですけど2歳からのおたけびっていうか叫びっていうか心の思いを代弁させていただくような気持ちで歌わせてもらってると思っています。まあ目指せあの教科書に載ることと翔君と一緒に話し合って作った曲でございます。よろしくお願いいたします。年毎年2歳からのお願い一曲だけでも演歌でお願いあとはロック来る年毎年2歳からのお願い一曲だけでもクラシックでお願いあとはロックMy 2歳からのお願い一曲だけでも古いのでお願いあとはロックでございました。ありがとうございました。やっぱりこれやうん、私あの車乗ると毎年来る年これね難しいもんで1番が行く年やったから来る年行く年で 2番目が来る年です、ね、来る年最後は毎年毎年あなるほど、はい、間違いませんか。あ順番間違いそうになりましたでも今日ねあの横で見ていまして、はい、なんかこう水谷さんが今日はニコッと笑いながらね、はい、かわいいですよ。はいです、はい、とっても生真面目な水谷さんでした。またね次回よろしくお願いします。ありがとうございました。水谷博之さんに歌っていただきました。もうね水谷さんと会ってからねなんか車乗ってると毎年来るとしてこれがねなんか耳から離れなくて出てくるんですけど、はい、それでは続きまして、蘭かおりさんをお呼びしたいと思います。よろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。
何でしょうか。いえ、私だけ見つめてって言うんで一回見つめてみようって あ,、はい、ありがとうございます、はい、僕2人の時にしてください。はい、みんなのいる前だと。いや、この前あの一緒に会社の秋元さんで先輩と私ダメは言うてなかったですかね。そんなことない、言うてないですね。はい、あのランさんはね、私だけ見つめてっていうことで、はい、一回僕ねシャイですから、はい、あんまり女性の顔はあんまりよく見ないんで、はい、ちょっと見させていただきました。はい、ありがとうございました。久しぶりですね。はい、ということで、はい、今日は私だけを見つめて、はい、そして、まあ、この前からお母さん、はい、もうだいぶ元気になられました。はい、ありがとうございます。もう、はい、お仕事の方もね、はい、ぼちぼち、はい、復帰ができるかなというぐらいまで、ね、はい、入院されて介護もね大変だったと思うんですけど、はい、今日はだからなんかその母に、はい、母の日が13日ですかね。そうですよね、はいはい、西なんで今日は母の歌を歌うということで、はい、楽しみにしております、はい、それでは、蘭かおりさんに歌っていただきましょう。私だけ見つめてです。よろしくお願いします。それで母の日がね5月の13日第2日曜日ということで、あの母への感謝への気持ちを歌う歌を歌います。母から母へ聞いてください。
そう思う。ありがとう明日旅立つ二人を見送りながら流したあなたの涙はいつまで忘れはしない。世の中のお母さん、長生きしてくださいね。元気でいればそれでいい。心配なんかいらないと。母の手紙を読み返し、優しい心かみしめる。ありがとうございました。いや、母の歌はいいな。いいですよね。はい、私もね、おふくろを亡くしまして、もう3年になるんですけど、やっぱり母の歌を聞くと、もう涙がポロポロね、こぼれてました。そうですか。CCM 吹いてきたんですよ。そうですか。蘭かおりさんはね、私だけ見つめて、はい、それから2曲目にはね、はい、まあお客さんからのリクエストとか、はい、またこの季節にちなんだ歌とかね、いろんな歌を歌ってくれますけど、また来月、はい、楽しみしてます。はい、ありがとうございました。はい、今日はありがとうございました。蘭かおりさんでした。ありがとうございました。はい、それでは続きましてですね、今日は新しいお客さんをお迎えいたしました。まだ発売前なのに、この M フレンズならではです。もう先取りです。ウェブ空からチャミさんを お招きいたしました。それではチャミさん、どうぞ。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ようこそおいでくださいました。ありがとうございます。はい、チャミさん、はい、同じね、奈良県出身ということで。はい、そうなんです。はい、なんか心強いです。そうですか。はい、なんか知ってるだけにね、はい、逆に上がりますよね。恥ずかしい、私。恥ずかしい。はい、そういうことで、今日はね、この港町愛歌という新しい歌、5月9日に全国発売されるということで、またもうね、こう言いながら私も上がってね、ガチガチなんですよとか先ほどから言っておられました。だけど今日はその作詞作曲をされました、津田先生が、お見えになってますので、もうチャミさんのことは津田先生に私お任せしたいと思いますのでね、それでは津田先生、よろしくお願いします。突然に言われまして、ちょっと上がっております。はい。一人、この港町で、芯の強い女が生きてるという、そんなちょっと切ない歌、切ない歌が好きなんです、僕自身が。で、そんな切ない詩を書いて、で、メロディーをつけました。ちょっと、日本語でやるブルースっぽい味が出たらいいなと思って作りました。このカラオケに入りましたら、一番先に作った本人が一番歌いたいと思ってる歌です。ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。港町愛歌、よろしくお願いいたします。
地で生きてゆく。あなたを待って生きてゆく。寂しい夜をいくつ越えてもあなたを一途に待ってます。夕日に染まる桟橋ではぐれかもめが一声泣いた。悲しくはないわ、悲しくはが吠えるよは、あなたのご無事祈ります。孤独な日々を生きてきたから、初めて出会えた人だから。あなたの言葉迎えに来るよ、その一言。悲しくはないわ、悲しくはありがとうございました。港町愛花。私はあの演歌が大好きなんですけれど、この歌を初めて、恋ブルースの歌は初めてなんですね。なのであの挑戦させていただきました。で続きまして、2曲目なんですけれども、母へというあの曲を作っていただきました。もうすぐ母の日なんですけれども、2人の母を相次いで送りました。でその時にあの先生が作ってくださいました歌でございます。どうぞ聴いてください。母へ。なれば盆の迎え火、かすかに揺れた窓辺に佇み、瞳を閉じれば懐かしい「お久しぶりです」「お母さん」「そちらの暮らしはどうですか？」「お父さんと仲良く」私は
のもの世話に気がな一日追われています平和な暮らしが幸せなんだと今だからわかるあなたの言葉夢でもいいかなお母さん久しぶりにあなたの胸で甘えてみたい ありがとうございました。ありがとうございました。そんな心配そうな顔で見ないでありがとうございました。お疲れ様でした、はい、でもね心配してたけど僕少しねあの知り合いから聞いてさあの大病してさ、はい、ねこうしてここまで歌うことがねできるようになって、はい、はい、ありがとうございます。3年前にちょうど3年前の3月11日にね、はい、あの脳腫瘍しましてね、いやであの全摘したらもうあの歌どころかあの寝たきりで脳死状態になると言われておりましてね、うん、はい、どうしても歌が歌いたいと、ああのお医者さんに願いましてね、半分だけ取っていただきました、うん、いやいや僕ね今隙間からね今見ててで津田先生と今話してたんですけど、いや歌をねこう今歌ってる姿すごいねって言ってね、今そんな涙流さないでください僕ねもら泣きしてしまいそうで、でもあの歌を通じてやっぱりこの大病を克服するってこういうねやっぱりこうテレビを通じて皆さんにこれからもね生きる勇気と元気をチャミさんの歌でまたこれから、うん、伝えてください、はい、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます。歌えること本当に感謝しています、はい、どうぞよろしくお願いいたします、はい、お疲れ様でした。はい、ウェブクーから今日は新しいお客様チャミさんでした。はい、チャミさんと言いましても漢字でねお茶の茶美しい書いてチャミです。純粋の日本人ですので、そういうことでチャミさんでした、それでは続きまして甲州あゆみさんをお呼びしましょう。はい、甲州さんです。こんばんは。こんばんは。お帰りなさいね。ただいまです、はい、いやいや、はい、この30日にあの前回行っておられました北海道の方にキャンペーン、はい、もう3日ほど回ったんですね。はい、そうです、約10件ほど回ったということで、はい、なんかこうお茶目なこのね、あゆみさんだからまた来ていうことでなんか評判良かったらしいですよね、はい、ありがとうございます。温かいねお言葉いただいて、はい、本当に嬉しく思っております。良かったですね。でいつものように、はい、お土産ありがとうございました。いや気持ちいい方ですね。ほんの気持ちだけで、はい、ありがとう今度はいつどこ行くんですか。まだちょっと未定でございます、はい、その説もどうかよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。もうお土産が私の口癖になりましたまず第1曲目甲州あゆみさんに歌っていただきます。口癖です。どうぞ。はい、どうかよろしくお願いします。夢はいつか覚めるものだと知ってる。なのに今夜も、なのに今夜もあなたを待ちわびる。バカね、バカよね。お前だけだと言われて
信じ続けて愛を貫く、ダメな女なの。叶うものだと言うなら、どうかあなたを、どうかあなたを私のものにして、やめてやめてよ、別れようかと言われて、泣かされ愛に傷つく、ダメな女なの。バカね、バカよね、いつか一緒になろうと、愛を貫く、ダメな女なの。どうもありがとうございました。はい、次に歌わせていただきます。歌は昨年の7月26日に全国発売になりました私の2枚目の CD でございます。大阪チャチャチャ、今初めて、4月の27日から、30日の間北海道の方に初めてキャンペーン寄せていただきまして、北海道で初上陸で大阪チャチャチャ歌わせてきました。本当にこれからも頑張りたいと思います。よろしく聴いてください。
ありがとうございました。なんかあの北海道でね、はい、あ本当にあの気持ちよく、はい、あのキャンペーンしてきた、なんか気分がねとっても乗ってるように、うもう今の歌もね、はい、乗ってましたよね。そうですか、ありがとうございます。ありがとうございました、はい、またよろしくお願いしますね、はい、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。甲州あゆみさんでした、はい、どうもありがとうございました。はい、それでは続きまして、この M フレンズの、まあ、創始者というか、カラオケ新聞エースの関西編集局長であります熊鳥屋明さんを紹介したいと思います。それでは熊さん、よろしくお願いします。こんにちは。今日もなんか熊が、熊さん隠れてますね。ここに熊ちゃんとありますよね。はい、先ほど、まあ、あのチャミさんが出てこられた時に、はい、あの津田先生が、はい、あの先ほど、まあ、曲の紹介もしていただきましたけど、はいはい、なんかこう熊さんもなんかすごいあのお付き合いがあると、僕はね10年以上15年ですかね、はい、あのつけさせてもらっていましてね、はい、このことの始めが、うちの新聞の方のね、はい、がまだ始まったところで、はい、右も左もわからなかった時に、はい、その紹介してもらってね、はい、この奥村秀夫先生のところにね、はいはい、行かせてもらって、でそこから新聞がうまくいくようになりました。いやいや、で奥村先生の方にもあのお付き合いさせてもらいましてね、はい、で久保宏さんが曲作る時から僕がちょっと絡ましてもらって、でレコードね、はい、日本クラウンの方とつなぐという大変な感じですけどもね、はい、お付き合いさせてもらいましてね。なるほどね。でその先に、節子シャルマンさんがいたはってね、はい、でちょっとあの相談を受けまして、はい、で奥村先生にちょっと曲をね、はい、いただけませんか言うので、バレないんですわ、一応ね、いただけませんか一応ね、もらってあげて、はい、それの裏面をまた歌ってあげてよいう感じやったところがね、僕はあんまり前での嫌なんで、はい、断りました、はい、ほんでなんで、歌われへんのやって言われた時に服がないって言俺の服をあげてやるわって言われて、の歌話じゃないし、で歌わせてもらいまして、なるほどね。で、セシャルマンさんには、悪いと思いますんやけども、その時に新聞をやってましたんでね、はい、あんまりあの一緒に歌う、機会がなくてね、はい、で長くなりまして、で最近にね、はい、あのダムの方に入りましたんで、はい、まあ、あの悪いとかじゃなくて、はい、やっぱりいい作品をね、うん、やっぱりこう
伝えていく、はい、やっぱり歌っていかないと、はいね、表に出ないので、はいはい、今日歌わせてもらう歌はもちろん、ね先生の歌の表裏を歌わせてもらう、はいはい、それではもう早速、はい、じゃあ、津田先生の歌を、はい久保さんに歌っていただきましょう、はい、よろしくそれではハーバーレインからですね、はい、よろしくお願いします。濡れじゃないか港神戸に降る雨が二人の距離を近づけるのさ。もう少しここでこうしていたい。私の胸を温める初めて会った港のカフェで語る言葉は少ないけれど少しずつ少しずつ確かなものが心に積もる。節子シャルマンの、愛がここにお聞きください。
なたはタバコに火をつけながら遠くをぼんやり眺めてる。冷めた紅茶のティーカップ、私は一人で見つめてた。あなたとの間に愛がなくても私の中に愛が。死ぬほど好きなの、どうしようもない愛がここにある。それでは続きまして、みーちゃんを紹介したいと思います。みーさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はショッキングピンクですよ、はい、ありがとうございます。はい、先ほどね、はい、オープニングっていうか、あの水谷さんの時にちょっと申し上げたんですけど、はい、先月でしたかな、はい、木摺上北駅の、はい、あのね、はい、その時にイベントで、はい、まあ、翔先生がこういろいろ活躍されてね、はい、そうですね、でなんかこう主催者からね、はい、すごく褒美をいただきまして、はい、あの僕さっき言ったんですけど、みーさん覚えてますかね、はい、ミニストップで あなたの歌が流れてるんですよ、はいはい、あ、そうですか。そうなんですよ。ありがとうございます。聞いてなかったね、さっきね。ありがとうございます。はい、そうなんです。はい、それとなんか新しくさ、はい、あの僕がこう司会するにあたってね、はい、やっぱり誰が出てどんな曲をどういうふうに紹介していいかっていうを勉強するのにどうしても知りたいと、はい、でも早めにね、はい、いつもあの郵送で送ってくれるんですよ、手書きで。でも
手書きじゃなくて今度はなんかパソコンを始めたらしいですよね。はい、そうですね。今受かったんで、はい、ちょっと今勉強中なんですけど、これからまたいろいろと頑張っていきたいなと思ってます。パソコンせなあかんし、ね、事務局せなあかんしね、はい、大変忙しい美さんですけど、はい、その翔先生がアレンジしていただきました、はい、まあ、2018年ロックバージョンといいますか、美、はい、さんの白黒の万華鏡を、はいはい、まず1曲目にお願いしたいと思います、はい、よろしくお願いします。夢が幻、空に描いた白い涙に光に儚く散って雨になる。悲しみ背負った物語、だから誰か心を染める恋の地獄、一人傷つきながらさまよい歩く旅人は、輝き忘れた星のよう、ゆらゆら揺れる人生なんて、まぶたに隠れた万華鏡。ほら白黒の万華鏡、街の夕暮れ、胸の痛み誘う色褪せ、急なく面影だけがついてくる。明日を見つめるはずもない、閉ざされた心に響く恋の歌は、いつか覚えたメロディ、思い出たちが遠ざかる。水平線の船のよう、ぷらぷら揺れる人生模様、潤んだ瞳に映し出す。そう、白黒の雨ですね、はい、私の曲は 次の曲、続いての曲はカップリングの曲は雨は止まないけど歌なんです今日ちょっとぴったりなんで、はい、聴いてください。よろしくお願いします。
はい、またよろしくお願いします。ミーさんでした。ありがとうございました。はい、それでは、続いて、ゆずきさんをご紹介したいと思います。ゆずきさんを見ると、はい、つい、毎度。あ、毎度。毎度。いやいや、前回の時にね、はい、あの歌い終わって、ミカさんの、 あの元気な、おおきにがね、私、大阪なんですね。大阪やねんね。うんうん、ついだから今日は毎度って言ってしまいました。毎度お気に。毎度お気に。毎度お気に。いやいや、自分でね、やっぱり出られて、先ほどあの話してたんですけど、なんか私テレビ出ても怖い顔してるわとか言ってね、なんか自分なりに反省されてるんですけど、その笑顔が可愛いんですから、もうもっともっと笑顔をね、買うんですね。緊張するの？何をしてますやら。でも今日はね、ミカさんに、本当に僕、女飛車駒っていうのはね、大好きで、なんか今日は得意な歌が並びますんで、今日は楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。はい、柚木美香さんです。1曲目、人生一路です。よろしくお願いします。よろしくお願い申し上げます。
一度決めたら二度とは帰る。これが自分の生きる道、泣くな迷うな、苦しみ抜いて人の望みを果たすのさ。雪の深さに埋もれて耐えて、海は芽を出す春を待つ、生きる試練にお皿とも肘を貫く人になれ。はい、ありがとうございます。この歌はね、私も大好きなんですけどね、なかなか歌う舞台で歌う機会がないんですけれどもね、今日はちょっと頑張って、出していただきました。ありがとうございました。それから、次歌う歌わせていただく女ししゃくまという歌ね、今ありがたくね、皆さんたくさんの方が歌ってくださってるんですよ。これからも頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。あれはやしゃかと言われもするが、勝負心が燃えて立つ、空星を乗せて、その駒いただきます。飛ばす女の飛車駒は追って追っての地表肩につけて。
飛ばす女の汽車もまあ心預けた守りの。ありがとうございました。いや素敵や、そのコマいただきます。素敵、何でもいただくでもあの今日ね、うん、衣装もすごくこれ着物の生地なんですね。そうなんです。自分で中塗ったとか。下手くさい。いやいや、ま、上手。何しても下手なんだけど、下手になり、いやいや、まあ、前か、はい、本当にまたね次回楽しみしてますんで、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。大きいです。大きに。ありがとうございました。はい、ゆずきみかさんでした。ね、女飛車駒、聞いていただきました。まあ私も先ほど、まあ、お客様と話してたんですけど、この M フレンズに来て、いや、秋元さん司会してるの僕初めて見るわ、まあ、言っていただきまして、実は前回から、もうこの司会を任されまして、もう今日はもうね舌が回らず、もう最初に自分の名前を言うのも忘れました。日本クラウンの秋元宏と申します。それでは今一生懸命頑張っている歌です。最初に1曲目、さよならも言わないで聴いていただきたいと思います。あなたと暮らして3年過ぎた。何事もないような毎日でした。このまま一緒になるものと思って言っていたのよ、信じてた。私の他にも素敵な人がいたなんて知らずにいたのよ。昨日まであなたに会わないで出て行くわ。さよならも言わないで出て行くわ。優しい瞳の中に安らぎを感じていたのね私。姉さん女房の真似をしてあなたの帰りを待っていた。私の他にも素敵な人がいたなんて知らずにいたのよ。昨日まで私身を引くわ、あなたから。今なら
一人でも生きてゆける」「今でも好きだから好きだから」「さよならも言わないで」行くわ。ありがとうございました。さよならも言わないで聞いていただきました。5月13日が母の日ということで、今日出ていただいた皆さんに母の歌を何曲か聴かせていただきました。私昨年にアルバムを出しまして、今日はやっぱりみんな母の歌を歌って、僕の歌の中にも母の歌がございます。だから今日は母の歌一曲、ふるさとの海、聴いていただきたいと思います。よろしくお願いします。内緒で小遣い入れておいたからと、母ちゃんここで見送ると、涙をこらえてたバス停に、朝日がまぶしい旅立ちの旅立ちの朝。今ではそれさえ懐かしい、ふるさと後にして40年、眠るふるさとの、ふるさとの海。ありがとうございました。ありがとうございました。
中から、母を海に例えたふるさとの海聞いていただきました。今日も第24回なんとか最後まで本当に至らぬ司会ですが、あと一人、最後に、本当に助けてください、北陽子さんね、やっと最後までこぎつけました。はい、今日はありがとうございます。今日はね、母の日が来週っていうことで私も思い出してました。あ、そうですか。もう7年ぐらいになるんですけども、はい、ね、私の母も97歳でも亡くなって。すごいですね。そうなんです。僕ね、お袋が3年前に亡くなったんですけど、唯一ね、やっぱり応援してくれたんですね。はい、あ、私もそうです。うん、亡くなるね、病室の、1週間前に看護婦さんにね、はい、YouTube を見せて、で僕のその歌を歌ってる姿を見てね、看護婦さんが、はい、これ誰言ったら、最後に残した言葉が、これうちの息子秋元博なんですよ言って、言ってくれました ね。嬉しいですよね。嬉しいですよね。私もね、はい、最後はね、病院に入ってたんですけどね、うんうん、写真をね、私のドレス姿をね、うん、枕元に置いてくれて、はい、ね、母って偉大ですよね。ね、本当に、はい、本当ありがとうございました。もう今日はさ、もう慣れて怖いもんで、なんか北さんもね、秋元さん司会上手やね、うまく喋ってるねとかね言いながら、もうこの人一生懸命してくれるんですけど、いや本当に上手ですもん。必死で。だってオープニングで自分の名前も忘れましたから。いや、私しょっちゅうでしたよ。そうですか、はい、それでは最後に、今回24回最後ですね、北さんにもうマイクを渡して、私は奥へ入ってね、はい、もう一回出てきてくださいね。汗拭いてきますね。はい、はい、それではよろしくお願いします。はい、それでは別れの終列車聞いてください。駅に男はそっと泣いてる女の肩抱き寄せた。今日限り会えない、会えない二人、切ない闇に発車のベルが冷たく響く。別れの容疑者の音は遠のくばかり。心凍らせ未練を、未練を捨てて、まばらな明かり、瞬く街に汽笛も濡れる。夜更けの終列車、ありがとうございます。
前作の別れの終列車聴いていただきました。母の日っていうことで私も自分の実家のサンダっていうところをね思い出しておりました。そして次歌わせていただく曲桜の下でっていうんですけれども、もう桜は散っちゃったんですけどもね、私の家のちょっと北の方に陽沢寺っていうお寺があるんです。そこのお寺に咲いている花の絨毯っていうところ皆さんご存知かなと思うんですけれどもね、今ちょうど満開です。ぜひね皆さん時間があったら行っていただいたら嬉しいです。とっても綺麗な桜が芝桜が咲いています。そして今から歌わせていただく桜の下ではもう何十年か前タイムスリップしていただいて、あんなこともあったかなっていうふうに思っていただけるようなそんな曲です。ぜひ聴いてください。桜の下で。思い出しました。はい、ね、はい、僕出てくるの早かったかな。いや、いいんです。あ、そうですか。もう喋りました。喋りました。いっぱい喋らせていただきました。はい、それでは、はい、この歌も素敵ですよね。そうですね。最後にもう本当選んでよかったなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、あ、そうか、もう終わったよね。ああいやもういろいろねありましたけど、オペ歌おうか。はいね、はい、今日の放送はですね、はい、YouTube に5月9日、はい、まあでもアップされるんですけど、いつももう、まあ、3日ほど早くアップされてますね。はい、はい、そして次回の放送が6月の6日、はい、またこの M フレンズ
このスタジオ21、6時30分から生で、お送りしたいと思います。はい、はい、そういうことでなんとか今日頑張りました。本当にお上手です。うまいですよね。そういうことで、はい、アクセス数もね、増えまして、はい、これからもっともっと頑張っていこうと思います。はい、何回でも見ていただけますのでね。はい、本当にありがとうございました。はい、また次回この、スタジオで会いましょう。6月3日までまた会いましょう。さようならです。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。